皆さんこんにちは。桐生店店長の下山と申します。本日は私が店舗案内をさせていただきます。まずは私下山の自己紹介を簡単にさせていただきます。私は2000年にメカニックで入社し、フロントやマネージャー、そしてセールスを歴任し、ただいま店長として業務を行っております。今の時代で言うならばカーディーラーの二刀流です。どうぞよろしくお願いします。店舗へのアクセスは国道50号より122号へ入り、広沢4丁目の信号を北に約300メートル行った左側に店舗がございます。店舗の特徴ですが、店舗自体は古いのですが大規模拠点でもあり、大きなショールームになっております。展示車も多い時は約3台、試乗車も多数のご用意をしております。お客様がお待ちになる際に居心地の良い空間づくりをモットーに、観葉植物を多く取り入れたり、雑誌や車の情報などを提供しております。5月にショールームの床部分も改装いたしますので、今後より店舗内が明るくなり、負けじとスタッフ全員もより明るくお出迎えを行い、活気のある店舗を目指していきたいと思います。皆様どうぞ近くにお越しの際は富士スバル桐生店へお立ち寄りください。よろしくお願いします。それでは早速店舗の中へご案内いたします。それでは桐生店のショールームをご案内いたします。桐生店では居心地の良い空間づくりをモットーに、観葉植物など多くのものを取り入れております。それではスタッフを紹介させていただきます。あれ、五十嵐さん、はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。改めてショールームアテンダントの五十嵐さんに話を聞いていきましょう。五十嵐さん、はい、まずは自己紹介をお願いいたします。はい、桐生店ショールームアテンダントの五十嵐と申します。今年で入社して7年目になりました。高崎問屋町店、石崎日の出店、高崎店を経て今年4月に桐生店へとやってまいりました。趣味は旅行で、去年イタリアに行ってまいりました。あとはゴルフで、桐生店の皆さんと一緒にゴルフに回ることを楽しみにしています。私も楽しみにしております。はい、はい、イタリア行ってきたんですね。イタリア行ってきました。すごいですね。すっごいいい経験になりました。いいですね。はい、はい、じゃあ五十嵐さん、続きまして、はい、五十嵐さんから見た桐生店はどんなお店ですか？はい、おかげさまでつながる心を宣言している通り、スタッフみんながそれぞれ思い合って日々取り組んでいるなと感じております。また桐生店のお客様はスタッフみんなのお客様という意識を持っておもてなしをしているところもいいところだなと感じております。はい、ありがとうございます。じゃあ続きまして五十嵐さん、乗ってるスバル車は何ですか？また選んだ理由を教えてください。はい、クロストレックです。クロストレックですね。はい、スムーズな走り出しや滑らかなハンドリングで、ロングドライブが苦手だった私でもスイスイどこまでも行けちゃうところです。あとは小さすぎず大きすぎないボディサイズもちょうどよく感じております。あとはリアゲートを開けたところにある隠れクロストレックも遊び心があって可愛くてお気に入りのポイントです。はい、ありがとうございます。じゃあ五十嵐さんのこれまでの愛車歴ってどれぐらいですか？はい、まず入社して XV 5年間乗っておりまして、今回クロストレックに乗り換えて1年が経ちました。はい、ありがとうございます。じゃあ最後に五十嵐さんのスバル車で使ってやってみたいことってありますか？はい、石川県にある千里浜渚ドライブウェイに行ってみたいです。国内唯一花芽を走れるところとして有名みたいなので、そこを走りながら海風を感じてクロストレックでドライブしたいです。行ってみたいですね。行ってみたいんです。バーベキューもできるみたいなので、ちょっとクロストレックに荷物積んでぜひ行ってみたいです。いいですね。はい、はい、こちらは納車室です。
富士スバルでは3店舗に設置されており、そのうちの1店舗がこちらの桐生店です。お客様の大切な納車を行う特別な空間です。続いて籾山係長に話を伺います。籾山係長、まずは自己紹介をお願いします。はい、桐生店営業、籾山と申します。よろしくお願いします。小学校から大学まで野球一筋でやっておりました。現在も草野球をしたり、休日はゴルフをして過ごしております。籾山係長から見た桐生店はどんなお店ですか？はい、お客様がみんな温かく、地域のつながりを感じる、お客様に支えられているお店です。いいですね、はい、続いて籾山係長、好きなスバル車は何ですか？はい、今私が乗っているレイバックです。レイバックですね、はい、じゃあまたそのレイバックの好きな理由って何ですか？はい、走行性能も高く、質感もいいので、おしゃれでかっこいいからです。籾山係長はスバル車を使ってやってみたいことってありますか？はい、桐生店一グルメですので、全国の美味しいものを食べにレイバックを使って行ってみたいですね。いいですね、はい、美味しいもの一緒に行きますか？行きましょう。はい、それでは桐生店の整備工場をご案内いたします。大規模拠点でもあり、入庫台数も多いですが、一台一台丁寧に点検をさせていただいております。それではスタッフをご紹介します。あ、吉本君、はい、今何をやってる？今セレクトモニターで車のデータを確認しました。改めてメカニックの吉本君に話を伺います。まず吉本君、自己紹介をお願いします。はい、2013年度入社、今年で12年目になります、吉本です。よろしくお願いします。吉本君から見た桐生店はどんなお店ですか？はい、整備や、営業の方々とのコミュニケーションもよく取れていて、明るい雰囲気のある工場だと思います。吉本君、好きなスバル車は何ですか？スバルのアルシオーネ SVX です。またその好きな理由は何ですか？はい、製造からもう約30年前の車なんですけれども、もう当時ではやっぱり斬新なフォルムと内装の、豪華さ、まあ、上級感というんですかね。で、また排気量 3.3 リッターの、大排気量のスバルの車というところで、やっぱり他にはないスバルの6気筒エンジンを楽しめるような車かなと思います。吉本君の愛車歴は？今僕が乗っているプレオプラスの車はちょうど1年経ったぐらいの車なんですけれども、前に乗っていた、まあ、XV やまた BRZ から考えると、まあ、BRZ が、10年ぐらいですかね、XV は2年ぐらいだったんですけど。スバル車を使ってやってみたいことってありますか？はい、やっぱり好きな車の SVX を、レストアじゃないですけれども、まあ、しっかりと動くようにしてナンバーもつけて、自分のセカンドカーとして、ゆったりと乗れるようにしたいなと思います。また今年度も 86BRZ の、レースに参加させてもらいますので、まあ、また BRZ のレースのメンテナンスとかも、やらせていただきます。続きまして、社員のマイカーを紹介いたします。今回紹介するのは籾山係長のレイバックです。籾山係長、レイバックを購入した理由は何ですか？はい、走行性能も高く、おしゃれなアイボリーの内装で質感も高く、一目惚れしたからです。気に入ってるポイントは何ですか？はい、 SUV でありながら都市型の街中で入るこのデザインです。続きまして、お客様にお勧めしたい機能を教えてください。はい、リモートサービスです。携帯からエアコン操作ができることです。快適に車に乗ることができます。じゃあこの愛車を使った趣味や今後愛車で挑戦したいことはありますか？はい、休日はほぼ毎日ゴルフに行くので、悪路な道だったり山道をこう走る中でゴルフ場まで気持ちよく、そしてスコアも気持ちよく
最後も楽しい気持ちで帰ることができます。いいですね。もみやま係長はゴルフうまいですもんね。はい、ありがとうございます。はい、居心地の良い空間作りと活気のある店舗を目指しております。皆様のご来店を心よりお待ちしております。